じゃあどうぞ。あ、今日は、パワーで変なものを作ってみた題材で、シェアをやらせていただきます。自己紹介なんですけれども、シェアさん、こんな AI で、30歳になりました。でですね、ちょっと5月から長い5年になりまして、今月の12日に予約復帰したんですけれども、非アルコール性肝炎というのがあることをしたんですが、それの症状になったという感じでございました。で、今25キロ減量して現場に復帰したんですけども、人間らしいこう体験に戻るためにあとまた30キロほど痩せなきゃいけないので、それで頑張っていこうかなと思います。で、まあその専門家してるんですけど、大丈夫なので、あんまり飛ばしていきます。で、現在なんですけれども、今日のノベルティの中にもあったと思うんですが、このステイクアウトバッテリーフリークアウトという会社に働いています。カレンダーがですね、この画像を自分のブログに上げたんですけども、誰もこうカレンダーの画像について突っ込んでくれる人いないので、まあ、ノーマンと言ってほしいなと思いました。自分を知らせたんですけども、私は去年おととしと役所2日目の夜は懇親会がないので、勝手に懇親会をやっていたんですけども、明日はしゃぶしゃぶはありません。1週間前に予約しても80名貸し切りでしゃぶしゃぶやってるお店がですけど、目黒ってことで、今回ちょっと今年は遠いので、残念いたしました。なので、誰か感じてくださいという感じです。はい。で、ここから本題に入るんですけども、1年生こう考えて、まあ、今回特にその長い夏休みとかをやっていこうと思ったことは、自分のエンジニアとして成長できてるのかなっていうのを、全然長いんですけども、まあ、考えるよりもこうやってみるということでですね、昔こう作ったものをリメイクしていればですね、こう自分のこう力の付き具合が分かるんじゃないかということでやってみました。で、変なものって書いてあったんですけども、ウェマという名前のソフトです。もう今最近だと懐かしいになってるソースポージっていうサイトにこうページがあるんですけども、ちょっとこれだと何のことか分からないと思うんですが、こんな感じのものです。これ一個一個の四角形だと付箋になっているこう、マウスでドラッグができたりとか、銭湯をやり取りしてこう、おっとよいしょ。もうこれでいこうと思います。なんですけども、ちなみにですね、これPHP で実装されている実装だったりします。原子センサーで、これはやめという感じですね。で、昔だと不正を作るのにですね、この直接触ったりとかですねドラッグドロップテストというのは効果的なライブラリだったんですけど、このドラッグドロップを次々に推薦用とかあったりとか、その内容の把握が難しいとかあったりとか、まあ、アジャックスで出たとかいろいろあったんですけども、まあ、今作ってみようと思うと、まあ、JP とかこうドームソースのライブラリいっぱいある上に、まあ、FMR でこう更新ドラッグドロップ API があったりとかですね、1行書くだけでこうドラッグできるとか、まあ、ウェブソフトで移動記述していけるとか、いろいろあったり。さっきあと見てもらったその付箋とその間のこう矢印と線なんですけども、この矢印の三角を実現するためにこう CSS 書きで三角をつけたりとかしたんですけども、今だったらまあこう SVG のキャンパスも何でもできるなということで、こう素晴らしいなと思います。でですね、サーバーサイドの方は当時 Ruby 機だったんで、こう Ruby でこうさらにこう独自ワークとかこう順調な感じで書いてたんですけども、まあレイズが出る前ですね、でももう配布のレイドだったりしたんですが、今だとプログラミングソケットとTP とかでこうパパッと書くことができて、大変素晴らしい、まあ、カーボンリーゾン関係を感じることもできます。で、せっかくならデモしますっていうのが動くかな。でですね、せっかくフォーメットなんですけど、友達がいないので一人で、はい、こんな感じで、このプレゼンのためだけにこう画像を貼るプロットも入れたんですけど、で、まあ、当然ドラッグするとこう場所がすぐ、ただこれも結構ひどくてこう画像の方はこう動かすと消えちゃうとかですね。で、よいしょ、まとめなんですけども、まあ、30になったら体を変わろうと、これは彼は大事に言いたいと思います。で、昔に比べて今は別に進歩してるとか分かったんですけども、別にこう俺が進歩してるわけじゃないですか。まあ、ですから話が進んでいくのは非常に生まれるんでいいなという感じでございます。というわけで、ご清聴ありがとうございました。